STS-81 は、1997年1月に、スペースシャトルアトランティスが、ロシアの宇宙、ステーションミールを訪れたミッションである。STS-81 のミッションでミールに向けて、離陸する、アトランティスドッキング中のミール、宇宙ステーション STS-81 は、ミールへの予定された9回の飛行のうち5回目で、アメリカ側の宇宙飛行士の2回目の交代であった。 1996年9月19日から滞在していたジョンブラハはゼリー・リネンジャーと交代した。リネンジャーはミールに4ヶ月以上滞在し、STS-84 で地球に帰った。アトランティスはスペースハブ社のダブルモジュールを運び、ミッドデッキのロッカーとして用いられた。ミールとドッキングしていた5日間で乗組員は水と食料を運び込んだ。 アトランティスの出発後、リネンジャーは宇宙遊泳を行った。STS-81 のミッションでは、地球科学、基礎生物学、人間科学、微小重力、宇宙科学等の分野の実験が行われ、これらのデータは国際宇宙ステーションの設計や開発等に役立てることが期待された。テーブルの周りに集まってロシア食を試食するジェリーリネンジャー。 ジョン・ブラハとジェフ・ウィソフ STS-81 では、それまでで最多となる2 7 1 0ラムの荷物が、ミールに運ばれた。ドッキング中、6 3 5ラムの水、5、16. 1 6 1ラムのアメリカ合衆国の科学機器、1 0 0 0 7ラムのロシアの貨物、1 2 1 7ラムの雑貨が、ミールに運び込まれ、5 7 0 0ラムの アメリカ合衆国の科学機器4 0 4 5ラムのロシアの貨物9 7 3キログラムの雑貨がミールからアトランティスに運ばれて地球に持ち帰られた。1997年最初のスペースシャトルの飛行のハイライトは118日間ミールに滞在したアメリカの宇宙飛行士。 ジョン・ブラハが地球に帰還したことと2機の宇宙船がこれまでで最多の貨物を運搬したことである。アトランティスは宇宙で完全なサイクルを過ごした最初の植物を地球に持ち帰った。予定された9回のうちの5回目の NASA とロシア宇宙庁の共同ミッションとなり、リネンジャーはミールに滞在する3人目のアメリカ側の宇宙飛行士となった。スペースハブ社のダブルモジュールは 前回のミッションでも宇宙に行っており、二度目の宇宙の滞在となった。ブラハは1996年9月19日に STS-79 でミールを訪れ、第22次長期滞在のワレリー・コズルン、アレクサンドル・カレリと合流した。リネンジャーは2月に第23次長期滞在のワシリー・チブリエフ、アレクサンドル・ラズトキンとドイツの研究者、 ラインホールト・エバルトが来るまで、この二人と過ごした。エバルトは短期間ミールに滞在した後、第22次長期滞在の乗組員と共に地球に戻った。1997年5月に ST、STS-84 で、ミールを訪れたマイケル・フォーレと交代して、リネンジャーも地球に戻った。STS-81 のミッションで、ケネディ宇宙センターに帰還する。 アトランティスドッキングは1月14日22時55分へに行われ、翌15日0時57分にハッチが開けられた。リネンジャーは公式には4時45分にブラハと交代した。また、国際宇宙ステーションのロシアのサービスモジュールで使うために開発されたトレッドミルバイブレーションアイソレーションステイブルゼーションシステムが試験された。 国際宇宙ステーション関係のその他の活動としては、大びたの小さな複尺ジェットスラスターが点火され、データが集められた。1月19日9時15分へにドッキングが解除された。アトランティスには特に故障などはなかった。NASA はジェミニ計画の時から伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流しており、アポロ15号からはそれを気象のために用いるようになった。 それぞれの曲はしばしば宇宙飛行士の家族が特別に選んだもので、それぞれにとって特別な意味を持つものである。ありがとうございます。